あいこさんご結婚おめでとうございます。いやーいいね、素敵ですね。いいニュースでしたね。はい、ビッグニュース。大塚兄弟とあいこさんが結婚したっていう噂もなんか回ってるみたいで。何それ。いや、なんかツイッターでね、劇団スカッシュって英語をさしてたら、愛子さん結婚したの誰だろうねと、で一般人なのかなっつって、で大塚兄弟っていう噂もありますよみたいな書いてある人がいて、その辿ってったの。そしたら「え、誰ですか大塚兄弟って」なるほどなるほど。そしたら劇団スカッシュっていう YouTube の人で「あ、じゃあ意外と一般の人ではないんですね」みたいなことが書いてあるエゴサしてたら見つけて、一部の人はじゃああいつかって思ってる人もいるかも。でも別に可能性だってあったでしょ。俺と愛子さんが結婚する可能性だってあったでしょ。それはまあ一応ね、可能性の話ね。お知り合いだからね。50%ないよ。全然ない。50%ってなんだよ。自分はなんだと思ってんのそれは。ひどい話だよ。みんなに謝ったのに炎上するよそんなことでさ。でもケンちゃん、俺と達也さん最近愛子さんのファンからすごいフォローされるのよ。そうなの。俺たち愛子さんだから、もしかしたらマジであいつ結婚したのかもしれないと思って。ケンちゃんもフォローされる。愛子さんわかんない、どうだろう。俺たちマジで愛子好きですみたいな人からすっげえフォローされる。俺全然知らない人からフォローしてくれるんだよ。じゃあ今もしかしたらしといた方がいい。そうだ、ちゃんと申し訳ないです。フォローしてくださった私ではありません。フォローしてくださった皆さんすいませんすいません、もしかしたらこいつらかもと思ってる人もいるかもしれないですけど、まあでもそうか、愛子さんがこの人ですって言うまではまだ可能性ある。可能性ある。だから今この動画出しても、もしかしたらいや本当はそんなこと言ってどっちかなんでしょ大塚兄弟のみたいな、その逆匂わせみたいなこと。そう。あと俺が不思議なのはさ、大塚兄弟らしいですよってことは、なぜか前川さんと中田さんはなんか排除されてる。なんでなんだろう。おかしいな。なんでなんだろうね。なんで排除されてんだろう2人は。なんでですか。でもさ、噂を流した人はね、俺たちは聞いてないじゃん。愛子さんにスカッシュの4人だったら一番好きなの誰ですかってまだ聞いてない。聞いたことない。じゃあコメントで。いや、コメント欄はきついよ。俺きつい。俺それで俺じゃなかったもん。いや、ちょっと待って、きついとかじゃなくて何を聞いてんだって言ったよ。これ結婚したことすら全然知らなかったんでね。ああ、そう、去年入籍してたんだよね。そう。ここ最近やっぱコロナ禍になってから全然お会いしてないね。そうだね、なんかどっか食事に行ったりみたいなのもないもんね。そう、一時期は結構仲良くさせていただいてて、そうですね、みんなに内緒ですごい遊んでたんですけど、まあ内緒でって別にそんなみんなってそんな写真撮られたらまずいんでみたいな、そういう遊び方じゃないからさ。わざわざ言わないですよ。週刊誌に撮られないようにみたいな遊び方じゃないから。なんで撮ってくれなかったんだろうね逆に。愛子がついに劇団スカッシュの事務所へみたいな。いや、うんと思って追ってて、この人たちは違うないなみたいな、記事にならねえなってなって、ただのお友達だな。そう追ってる人はいたんだ。じゃあいたと思う。やっぱいると思うよ。よくね、明るみに出ずにここまでね。確かにね、ファン大好きな愛子さんらしい発表の仕方だったね。いや、そうだから素敵だった。この場にいたらうわーってなっただろうね。なんかさ、つぶやいてる人がいてさ、愛子結婚おめでとうみたいなつぶやいてる人がいて、で俺ずっと思ってた、ソースどこみたいな。俺のとこまで届いてないんだから嘘つくなよみたいな。ソースどここれみたいな。自分が一番仲いいみたいな感じ出さないでください。ぜひね、家族ぐるみでね遊ばしてくれたら嬉しいよね。ああ、嬉しいけど、でも誰こいつは誰みたいになるから。だから旦那さん的にはさ、まだ信用がないかもしれない。確かにあいつらに言ったらなんかこうやってなんか YouTube になんか暴露するんじゃないかみたいに思われるかもしれない。あいつらすぐご飯行きましょうよとかって言ってくるから。あと家行かしてくださいよって散々言ってんの愛子さんに。散々愛子さんに言ってるけど、やっぱ一回もOK は出たことはないから。近くまでだった。近くまでは行けたね、確かに。家の近くまでは行けたけど。あ、こっからはすみませんみたいなね。そこまで行けた。確かに家の近くまでは行けた。でも愛子さんニヤニヤしてんだろうな、そういう時なんか。いやだからそこはちょっとムカつくよね。ニマニマしてたらいいね、幸せなんだからいいんだよ。ニヤニヤしていいんだよ、ずっとニヤニヤしてほしいよそれは。まあとにかくおめでとうということで、はい、一応ねちょっと愛子さんにだから一つ文句あるんだけど、結婚した人に対して急にどうしたんだ。いや赤いストローめっちゃ探したのよ、うんマジでこのね、これマジで赤いストローめちゃめちゃ探したの、うん、でさ、できれば真っ赤なストローがいいじゃん。そうだね、それはね、できれば赤いって言ってるぐらいですからな。全然売ってなくて、もう4店舗ぐらい行ってさ、うん、でほらストライプでさ赤が入ってるなんかマックのさ、うん、ストローとかもさよくあるね。そうストライプで赤が入ってるのはあるんだけど、うん、で多分愛子さん的にはもうそういうのでいいから赤いストローって言ってると思うのよ、愛子さん的には。だけどさ、こっちはせっかく動画にするんだったらさ、めっちゃ赤いストローがいいじゃん。めっちゃ赤いストローが良かったんだけど、どこも売ってなくて、なんかちょっとピンクなの赤なのみたいなのになっちゃったんだけど、なんか結局劇団スカッシュの色なんでしょうみたいなふうに思うもんね。劇団カラーのストーリーさんがそう。違う違う、いいじゃん、一緒になろうよ劇団スカッシュと愛子さん、一緒になろうよ。もう結婚してんだよ。いやわかんない、何プロポーズしてる。いやいや、そういう意味じゃないよ、そういう意味じゃない。一緒になろうよ。そう、それでこのストローをね、赤いストローをコップにねバーンと3人いっぺんに入れるって入れたら OK っていう2階からねこう落として、いいことが起こるんじゃないかと。そういいこと起こる、縁起の良さそうな動画を撮ったんで、確かによかったらそちらの方をねぜひ見てください。それでは愛子さんご結婚おめでとうございます。末永くお幸せに。いいことがあるように。さすが。入った。でも出ちゃった。でも出るね。あ、入っちゃう、入るね。めっちゃ伸ばす。それだけ近寄るから入った。いやーやったー。嬉しい。